では失礼して自己紹介を。私はラフ探偵士の師弟レーサーと言います。もしかして彼女が、彼女はシュミエから派遣された新しい師弟だよ。実は構造士から未知の生物のサンプルが入った貨物がここに留まっているため、探偵士の人間に検査してほしいとの書類が届きまして、ちょうど暇していた私が自ら出向くことにしたというわけです。スコートさん、そんなに検査してほしくないというのなら検査はしなくて構いません。構いませんってどういうこと？急に話が通じるようになったじゃないか。お前が検査しなくていいというなら、この貨物は持って行かせてもらう。異論はないな？異論？どうして異論があると思うのですか？ただのサンプルでしょ？輸送船に積んである貨物は全部そのままで構いません。さっきも言った通り、検査はしませんから。ちょっと待って！そう来なくてはな。ここまで人間の言葉じゃなかった。話が通じるならさっきあんなに言い争う必要はなかったじゃないか。エンジンの修理が終わったらすぐにでも出航させてもらおう。船はもちろん出航できますが、貨物はダメですよ。泉州とカンパニーが締結した輸出入契約では、全ての生物製品は外界に危害を及ぼさないと確認できたもの、もしくは活性を失ったものしか出航できないことになっています。その生物が危害を及ぼすかどうか判断する方法がない以上、活性を失うまで待つしかありません。過去の事例を参考にすると、そうですね、47西暦年だけ待ってもらえれば大丈夫かと。そんなに驚くことですか？あなたはまだ若く元気もある。あと数十年くらいは余裕で生きられるでしょう。自信を持って頑張って生きてください。さすが長命種、嫌味な言い方をする。お前たちは時間という概念を気にしないのかもしれないが、そのせいで生じた1分ごとの損失は天白紙倍で請求するからだ。どうやらスコートさんは勝利の瞬間を見届けるまで自分の仕事と人生が続いていくと信じて疑っていないようですね。おい、どけ。検査させるんだ。ですが、スコートさん。もういい。状況は十分面倒なことになっている。安全検査をさせてやろう。戻った後、私自ら学士たちに頭を下げて謝ればいい。私の頭はそのためにあるのだからな。この女に比べればお前など大して面倒じゃない。だが調子に乗るんじゃないぞ。この女さえいなければ、チッ、さっさと検査しろ。このお姉さんすごい。これが貨物ですか？いいか、検査で何かあったら本当に賠償金を請求するからな。止めてください。